Hey yo! ケンツメッシです。今日もからやっていくんですけど、今日はですね、7700トロフィー到達しました。8000トロフィーまであと300ほどで、残りあとね、9日と20時間、まあ10日ぐらいありますね。で、明日今日日付変わって、だから明後日にゼロからあれ展開の6000から7000パートをみかん坊やさんと一緒にやらせていただくんですけども、今日ドズさんがね、ドズボンがもうゼロから4000到達してたんですけど、気になる方はぜひ見てみてください。2日後までにはね、8000行きたいなっていう、なんかありますね。やっぱ配信中にケンツそんなことより8000行かなくていいんですかって言われた時に、しっかりできるといいなと思います。で、リプレイがね、たくさんあって、2.6 ホグが、2つと、ここのゴレはね、すっげえ俺立ち回り苦手で、この 2.6 2つと、この、はい、ゴレに対してのリプレイ、ルークさんのやつね、見せていただこうかなと思ってます。で、この OP サム戦もね、最後もう、やらかしっちゅうか、ラム入ってファイボで勝ちや思ったら、ババがドゥホンって出されて間に合ったみたいな感じから、なってしまいました。テンパるとちょっとダメだね。初手ゴレされたらね、相当テンパるんで、その接戦をものにするって部分をね、ちょっと大事にしていこうかなと思います。で、このデッキ使い始めた人絶対いると思うんですけど、ホグに対してね、勝てんみたいなことがなると思うんで、ぜひこれ見てください。で、ムート型だと、この神技の方が相性がいいらしいですね。で、ジャックは言ってました。で、パンドラ VS おやすの時におやすが 2.6 効果で勝ったんですけど、どうだろうね。やってみた感じ、まあ、トントンかなみたいな、超相性いいわけでもないですね。で、超相性悪いわけでもなくて、って感じです。で、ラムライダー出してあげて、ここは、まあ、マジックアーチャー出しつつ、このマジックアーチャーな、このマスケが、ラムに竹取ってから出したかったね。まあ、でも、こんな感じで。で、神技系でその 2.6 攻撃に勝つコツなんですけど、とりあえず守る。守れば、3倍タイムとか2倍タイムでなんとかなるみたいな話は聞いたことがあって、だから守りが大事っすね。まあ、ラムライダーでホグ防衛はまあわかるじゃん。で、それ以降はこのデッキの場合だと、エレキプラスなんとかみたいな。はい、こんな感じですね。完封できたっけな?できますね。こんな感じで。で、これがね、しっかり U のエレキの形でカウンターできると思ったらいいんだけど、まあ仕方なしですね。で、ただ、やっぱ序盤ね、ダメージまあまあもらうんで、苦しい部分は正直あります。ただ、ヒーラープラスムートの形が強いので、そこをね、意識していくといいかなと思います。かといって、じゃあここでムート出したらいいんですかっていうのは、ちょっと違うかな。うん。で、ここ5打たせれたら別にいいかなっていうところでのマジックアーチャーですね。まあ、打ってこないタクでも全然いいなって感じはします。手札回んないんで、相手が。で、アイゴレで受けられて、まあ、ホグが来てもいいよねっていう話ですね。ホグ来ました。とりあえずラムライダー出して、ムート砲でアイスピ受けつつ、防衛ですね。で、これファイボが、うん、ムートにしっかり当たっていくけど、ムートが若干、これさ、俺さ、ワンチャン外したんじゃねえと思ってムート残ってたし、で、ユーノ出しちゃったんですよね。このユーノはいらないですね。まあ、ただ、この、変なところで止まるね、ムートが強いんですよ。このせいで相手2周目ホグは出せないんで、一回後ろからになるんですよね。そこがポイントですね。で、この相手リュウツーって方なんですけど、北ちゃんがよくね、2.6 ホグのリプレイ紹介をおやすとか、このリュウツーって方やってるんですけど、確かリュウツーさん YouTube もやってたような気がするんで、ぜひ、見に行ってあげてください。もしあれば、ちょっと、概要欄に貼っておきます。俺もね、26の動画はさすがに見に行かないんで、ごめんなさい。26を練習したい方はね、ぜひ見てください。で、こんな感じでファイアーボール打ちつつ、このバトルヒーラーを残しつつって感じですね。で、マスケの方が射程長いんで、これ。まあ、ここ悲しみ。で、ここをホグ来たら、まずここラムライダーで受けつつ、ロリババで後ろまで一掃。で、完封しつつ、ユニットが残っていくと。で、相手ファイブないんで、ここ。はいはいはい。で、出してあげて、ここでファイブ回るかな。うん、回ってるんだけど、相手はね、ちょっと今、対応できない状態ですね。で、ここ、ファイブ打ってマスケ、処理できるようにしといてあげて、まあ、ファイブを100打ってこないなと思ったんで、ここは、ユーノ定撃で、まず防衛。で、ユーノ走りつつ、2周目マスケも処理したいなと思ったんですけど、延命されていくと。ここは、どうせ5打たれてもいいんで、高めマジアチ、これでも5当たってる気するんですよね。
うん、当たってますね。もう一個上かな。もう一個上がワンチャンなんですけど、マスケに殴られちゃうとマジックアーチャーが、うん、結構きついんだよね。で、ここ、ここね、変に許容しようとせずに、死刑で守ります。で、これね、エレキ出したつもりだったんですけど、ユーノ飛んできました。はい。まあ、まあ、こんくらいのダメージはまだ可愛い。で、このバトルヒーラープラス、ムートの形を作ってあげて、ここにね、ファイアーボールを打たせたいんですよ。ここにファイアーボールを打たせたい。で、打ってきた。ここもうちょっとなんかマジックアーチャーのタイミングずらせばな。絶対何かしら生き残ったんでね。で、ヒーラーで受けつつ、ラムライダー。で、エレクトロウィザードで、こう防ぎつつ、カウンターの形を取っていき、逆サイムートでちょっといい感じにしておくと。で、ここでマジックアーチャーも出してあげて、このムートかマジックアーチャーどっち取るんですかって感じで、ムートがボコボコ入っていくって感じですね。で、こう右側怖いなと思ったんで、とりあえずロリババ転がしておいてあげて、3倍タイムまあ入ってますね。3倍タイムまで入ればワンチャンって感じかな。で、ここエレキとバトルヒーガー出していけば絶対突破されないんで、守ってあげつつ、ここね、マスケがね、タワー、タケ取ってるんですけど、これ必殺マスケホグっていう噂があるらしいんですけど、まあでもそんだけ攻めたらマスケ回るすまでにね、時間があるんで、ここでユニットをさらに出していくって感じですね。で、ラムライダーがバコンと入って、まあファイアーボールで、打ってあげればタイブレーカーでその道勝ちって感じですね。まあこれは結構危なかったかな。うん、ちょっと途中のラムライダープラスエレキでしっかりとね受けるとことか、うん、ちょっとミスをしてしまうと苦しいかなっていった感じなんですけど、こんな感じです。はい。で、次 C さん、この方も YouTube やってたような気すんだよな。 2.6 オグで、確か他のデッキも使えたイメージがあった。何かは忘れましたけど、まあ日本屈指のホグプレイヤーですね。で、こんな感じで、まずね、初手にラムないときは絶対回してください。うん。で、まあ初手言うのはガンガンしてっていい。で、ここまあ守られていくんで放置と。で、3倍タイムまで守ればいいっていう話をさっきしたんですけど、意外ときついね。ここ後取ってっから。ムート逆サイ出したとしても、ホグ来てって話になるんでね。ここは、バトルヒーラーとエレキ。これさ、エレキ先行したんですよね。これ、エレキをバトルヒーラーの後ろにつけれたら、もうちょっと嫌がらせできるんで、そこをね、もうちょっと徹底したいなとは思ってます。で、一応ファイボで飛ぶ HP にはしておいた。で、これ、有能受けって絶対バレてて、打っと転がされるかなと思ったんですけど、案の定打っと転がされましたね。なんで左角の方がいい。左側から出した方がいいですね。で、こういうところがやっぱうまいっすよね。もうお互いやること絶対分かってるんで。で、ここマジックアーチャーここら辺から出してあげて、で、ここで5打たないんですよ、基本は。で、ここ大砲もしくはマスケで処理してくるんで、ここ延命してもよかったかなって感じはするんですけど、前ゴリに入ったんでよし。で、ここホグ来ること分かってたんで、ムートと、はい、やろうと、このラムやろうとしたら、ラムがね、死にかけのアイゴリに縄かけちゃったせいで、ホグがね、入ってしまったっていう悲しい事態です。で、正直ここまで来てから、うわ、もうこんだけ削られてるし、もう終わったかなと思ったんですよね。いや、多分2倍タイム、3倍タイム入れば入るほど、こっち側に勝機は芽生えるんで、まあ、2倍タイム前にタワーを折られないことをまず心がけていきたいですね。で、ここのアイスピー、かまっちゃダメっすね、おそらく。これ痛いんだけど、構うと多分終わる。一生後取られるんで、タカが1コスにね、3コスとか2コスとか出すともったいないんでね。で、ここを5打ってあげて、で、マジックアーチャーで射抜きたいって感じですね。ただ相手もここファイアーボール打ってくるんで、はいはいはい。一旦放置からの、ここはロリボバで消しつつラムライダー防衛。はい。でね、この放置してたバトルヒーガーとかがね、かなり活躍してるんで、ここラムライダーが走っていくって感じですね。で、ここで一旦待ちます。はい。一旦待ってあげて、ラムライダードカーンと入っていきます。で、このね、この形がめっちゃ強い。これね、5めっちゃ打ちたくなるんですよ。間違いなく、5ウッドで、ムートが飛ぶんでね。で、ここで、逆サイド U の、で、5をどこに打たせるか迷わせてからの、はい、ここのマジックアーチャー。で、相手ムートに打ってきたんで、こっからは、もうこのね、ムート大砲と、このロリババ。これがもうね、やばいっす。で、ここね、スケとか、出されても、なんだろうな、スケとか出されて、ラムね、守られたら悲しいんで、まあ、一回下げてくる動きはしてくるので、そこから5をぶち込んで、まあ、なんか来ても OK、アイスピとか飛ばすようにって感じですね。っていう感じで、来ました。
まあ、このデッキがいいのかどうかね、まだちょっとわかんなくて。これ?このスキルも強いんで、こっちも使いたいんだけど、こっちはゴレとかに絶対勝つマンで手数が少ないんですよね。で、こっちの方が、まあ、無限の可能性じゃないですか。端前で攻めるとかも。なんで、こっちがいいかなとは思ってますね。ということで、最後ね、ルーク先生。ゆうやはね、YouTube やってなかったっすね。はい。対ゴレのね、動き見ていきましょう。でもこれさ、ランバーとかいないやつなんですよね。ミニペとかいないやつなんだけど、ミニペがいたかな?あ、いるね、ミニペ。まず、相手からしたらマジアチがしんどいのはわかります。こっちからするとダクネがしんどいな。エレキ。ダクネが出てくる。バトルヒーラー連盟するけど、ここ3体ともライトニング飛ばされる。もうきついよ。このコウモリ軍団。まあ、言うので受けます。キング起動するにしては、ちょっと HP が少ないからどうしようかなって感じですね。相手、ミニペ出してくる。でも、このミニペバカうめえんだよな。あ、で、これ、ラム防衛があるんですけど、ラムライダーで、これ、俺はね、この、こっちから見て左側、このキングタワーの延長線上のとこにラムライダー出して防衛するんですけど、橋を飛ぶようにして。そうすると、内側にラムライダーが行くんで、トルネで多分座りやすいんですよね。なので、この位置に防衛ラムしてあげると、まあ、橋飛ぶんだけど、外側歩くんで、これトルネでキング起動しづらい位置なんですよ。実は。まあ、相手のミニペ入ってんだけどね。っていう感じで、ムートが、刺さりそうな顔してますね。はい。だから今のラムライダーの防衛は、使えるテクなんかなと思いますね。場合によっては。はい。ミニペ一発分ダメージを受けて、トルネで近起動されずにこっちのラム一発二発当てるのか、ミニペのダメで完封するけど、相手にキング起動されるかって言ったら、多分、キング起動されない方が強いんですよ。だから、かな?うん。だから、あの位置の防衛マスターしたいですね。で、ここ相手トルネ出してきて、なるほど、ムートで後ろからか。無理やりゴレは防衛しようとしない。ここのムートうまいな。これ使えそうなテクニックっすね。で、このゴレはもう無視。で、左側は、バトルヒーラーか、まあ、ロリボブで抑える。11交換。11交換からの、速攻プレッシャーかけていって、マジックアーチャーで防衛。で、ゴレが出てきて、ムートからか。バトルヒーラーケツから、ムート?次ムートだよ。オッケー。ムートで、ライトニング打たれてからのエレキ。はぁ、あ、はぁ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 。いうのも出して、これなんかもうやばいよね。マジックアーチャー出してからの。はい。バトルヒーラーで守りつつ、マジックアーチャーが一生生きていて、いい感じに形ができてますと。真ん中ムート。これ強いね。ラムで形組むんじゃなくて真ん中ムート。不意打ちアタック。で、ラムライダー出してあげて、ここは、まあ、ライトニング防衛でしょう。で、ユーノも飛ばしてあげて、ライトニング防衛読みって感じですかね。ユーノ一発、入らない。ワンチャン真ん中これ来たらさ、怖くね?来ない。相手後ろから。あ、真ん中これ来たとしても多分守れるか。バトルヒーラー出して。ここね、なんかマジックアーチャーでシュパリに行きたくなりますけどね。で、ムーと、多分この形が強いんだろうな。んで、ロリバーを出しつつ、この言うのは防衛。はいはい。あ、ムートとバトルヒーラーバカ強いっすね。で、守ってからの、まあ、バトルヒーラーとかで、これ、守ってあげて。真ん中ムート、これだな。真ん中ムート強くね。なるほどね。ラムライダーに、なるほど。ラムライダー飛んできたら、ライトニング防衛するから、ライトニング握っとくじゃないですか。の瞬間の真ん中ムート。なるほどですわ。そんな感じで。
うん。今日はね、7700到達したので、その近況報告と、まあ、使っているデッキの紹介でございます。いやー、まあ、こっちかな、こっちだと思うんだよね。で、ここね、交渉バーバリアン型があるんですよ。今。古女ババ型があって、どっちがいいんだろうってのは正直わかんないんですけど、って感じですよね。まあ、とりあえずアラームでやってみようかなと思ってます。ということで、ちょっとね、トラゲーとか、チーム練習の方にすごい、まあ今は力入ってるんで、動画がね、なかなか出せないんですけど、今日ね、もう一本ぐらいサブアカの動画出そうかなと思ってるので、まあ明日のね、トロフィー、ゼルカラー展開のやつのね、4000から6000パートのね、まあ予習じゃないですけど、まあ一番きついよな。5000ぐらいからが、マジで格上しかいなくて。まあそこをね、どう攻略していくのかってのも見ていこうかなと思います。では、おつめしバイバイ。